広さんんがマネーの虎の虎側だっったらどんなな者に投資してみようとと、思いいいますすかえっと、多分ほぼいないっすあの僕基本的に投資してくださいっていうので投資したことないんじゃないかな投資した体にして5万円分だけお前の財布から出して僕が出したことにしとけやみたいなそういうタイプの投資の仕方たしたことあるんですけど基本的に僕は投資ってしないんですよあのエンジェル投資とか。 だってめんどくさいいじゃないですかあと絶対揉めるんすよすよごく儲かってうまくいきましたっていうのでなんか儲かりすぎて左打ち合わだっていうのも可能性としてゼロとはないんですけど大体起業した場合って90%はその会社潰れるんですよ。で潰れる時に大金入れた時にじゃあお前がサボってたからだろうとかいやいやお前給料取りすぎじゃんとかなんか絶対揉めるんすよね。 なので、仲のいい人とか友達とかで投資をして、で、大した金じゃなくて100万円ぐらいで、なんか揉めて友達とも一生、なんか揉める、なんか、その、険悪な状況になるとかっていうのだったら、別にそんな、なんかその、投資して儲かったら得するかもみたいな、別に僕そこで儲けて得したいという気がないので、なので、投資をしなきゃいけないと思わないですね。で、あの、この事業が面白そうだから投資をした方が社会的に良いよね、みたいなパターンって、 あの割と「お前その金の使い方よくねえよ」っていう僕ツッコミをしちゃうんですよ。要はじゃあこの事業に2,000万円必要ですっていうのでその事業が本当に確かにやった方がいいよねって僕が思ってその事業を見ちゃうとまずお前の給料そんないらないよねとかここの部分いらないよねとかっていうのでどんどん口を出すようになるので結果として揉めるんですよ。なので基本的にはやっぱり僕投資は向いてないんじゃないかなと思います。